県議会の6月定例会が開会し、新たな感染症の発生に備える費用など28億円余りの補正予算案が提案されました。今日開会した県議会の6月定例会。今回の補正予算は、新興感染症発生時に備えた医療機関における施設整備等の支援に要する経費のほか、 増築における新たな特別支援学校の整備に要する経費等を計上することとしております新たな感染症の発生に備える費用や渋谷市に新設する特別支援学校の整備に関する費用など28億円余りの補正予算案が提案されましたまた40億円で売却を見込んでいた鹿児島市西谷山の県農業試験場跡地の2つの区画が 64億円で落札されたことから県は差額のおよそ24億円をドルフンポートの跡地に整備するスポーツコンベンションセンターの基金に積みますと報告しました県議会の6月定例会は来月18日までとなっています